クロード・ドビュッシーの作曲したピアノのための前奏曲は全24曲あり、各12曲からなる曲集、前奏曲集第1巻、前奏曲集第2巻に収められている。第1巻は1910年、第2巻は1913年に完成。バッハの平均率クラビエや曲集やショパンの24の前奏曲などと同様に24曲からなる。 全奏曲集である。ただし、これらとは異なり24の超に1曲ずつを割り振ったものではない。ピアノのための商品集ながらも、作曲後方の様々な試みや音楽的な美しさにおいて、ドビュッシーの後期における重要作品の位置を占めている。1909年12月から翌年2月にかけて、約2ヶ月の間に集中的に作曲された。古代ギリシャ、 イタリア、スコットランド、スペイン、イギリス、アメリカ、フランスといった世界各国の舞曲をモチーフとした異国情緒あふれる商品集である。また、好みの前奏曲を取り出せるという意味でも愛好家に人気がある。そのため、リサイタルでは第2巻のように全12曲が演奏される機会は少ない。初演はドビュッシー自身により第1、2、 11曲が1910年5月5日に、独立音楽協会で全曲初演は、1911年5月3日に、サルプレイエルにおいて、ジャール・モルティエにより行われた。1911年末から1913年初めに、かけて作曲された。第11曲目、交代するサンドが作曲された当時、ドビュッシーの音楽的革新に影響を与えた。 ストラビンスキーの音楽との出会いの時期であった。第一巻とは、対照的に独創的な音楽的想像力と、語法の革新性に満ちた内容であり、不思議と幻想的な雰囲気があふれる作品となっている。そのため、リサイタルにおいて、全12曲を演奏する機会が多い。また、全12曲ともに三段譜が駆使されているのも、特徴的である。初演は、 出版に先立ち1913年3月5日に、ドビュッシー自身により最初の3曲が初演された。初版が出版された、デュラン社の楽譜では、各曲の題名は、楽譜の冒頭ページではなく、最後のページの下に、右端合わせで、ドンサースで出るのように、月で書かれている。これはドビュッシーにとって題名はあくまで不可物であって、必要以上に、表題音楽として、 捉えすぎないようにとされていることを示している。日本の出版社でも、例えば音楽の友社では、この表記に従って日本語訳を添えて書かれている。このような表記は、ジャック・イベールのピアノ曲集、物語などにも受け継がれている。いくつかの曲には、当時ドビュッシーが好んだ、新しい響きが好んで用いられている。第8曲、甘色の髪の乙女の冒頭第10曲。 沈める寺の平行和音による動機、ありがとうございます。